えー、こんにちは。あの、ヒルズクラブ。ね、ネオヒルズクラブじゃないですけども、ネオヒルズの塾に私がね、入った時に、一番最初に私の胸に届いた言葉は、凡事徹底でした。この凡事徹底って言葉は、私知らなかったんですけども、意味も解説してくださってね、誰もができることを、誰もがしないレベルまでやると。その時どう思ったかっていうと、誰もができることだけやっときゃいいんだ。あ、だったら、自分にもできるじゃん、と思ったんですよ。 その名の通りね、私は誰でもできることをよくやらなかったんですよね。誰もができることをやらないから、できるわけないですよね。でもその時の私の考えは、誰もがやってることは自分はやらずに、自分は誰もがやらないことをやってみようかなと、特別な人間だからっていうふうに思い上がってました。逆なんですよね。特別な人間であるほど、誰もがやることを片付けて、そして、 余ったエネルギーで特別なことをやるんですよね。これをね、宝くじに置き換えてみると、そして暗号通貨に置き換えてみると、きちんと日々のキャッシュは回しながら、ビジネスをしながら、信頼構築をしながら、余剰の時間とか余剰の資金で宝くじをちょっと買ってみるとか、暗号通貨をちょっと買ってみるっていう感じなんですよ。そうすると、そのちょっと買った暗号通貨宝くじが、結果がどうあろうともね、ダメージがないんですよ。 そして、そこに行くまでに、凡事徹底してますんで、信頼構築や人脈を大切にしたりとか、コツコツとサイトを作ったり、アクセスを集めたり、勉強したりとかしてるんで、そっちの力をどんどん進んでるんですよね。つまり、野球で例えるなら、バントや、あ類、盗塁、こういったことをね、コツ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 やって、シングルヒットを積み重ねていく。そして、打率を2割とか3割にキープしておいて、で、 決め球が来た時に大振りする。まあ、そうするとそれが空振りや凡退で終わっても他の打席ではねえ結構なポイント取ってるんで大崩れしないってことなんですよねだから宝くじも投資も暗号通貨もプラスアルファなんですよいろいろやった上でプラスアルファでやるかやらないかってことなんですよほとんどの方はいきなり投資いきなり暗号通貨いきなり宝くじなんですよ そういうふうな実力を磨かずに最初から運任せでいけばきちんと積み重ねた実力のある人が余剰の時間で余剰の資金であった宝くじなり暗号通貨の方に勝てるわけないんですよね勝てるわけないから全てをもがれて終わりと何だったんだろうみたいな人生が繰り返されるんですよでも宝くじが当たろうが当たるまいが暗号通貨が当たろうが当たるまいがそんなことはね あんまり気にしなくていいのは凡事徹底をやってるからなんですよ徹底して誰もができることを誰もがやらないところまでやったそしてそっちが本業ななわけなんですよねあくまで暗号通貨ってのはみんな分からない世界でたまたま当たったらいいのにな宝くじも当て方なんてないわけですよたまたま当たったらいいのになそういった余剰思考で挑むものかなと思いますけどねまあつまり一途でないと うまくいかなやっぱこう自分がマスターするまではお金の問題解決するまではきちんと人に喜ばれるような商品をお送りして感謝でお金をいただくとその繰り返しによって周りの人との信頼関係ビジネスへの信頼関係それが構築されるわけですよねそしてそういうふうなきちんとした人生を送っている方がたまに余暇でやるからこそ運任、うん、せができるんですよね 運を磨いいいいててるっううのはそういうこととじゃないかなか思うんですやっぱりコツコツせずに、運も磨かずに、運任せのことに飛び込むと、まあ当たっても外れても、ろくなことはないですよね。で、本当にね、当たらないんですよ。で、当たったところで、なんか、ね、よくね、宝くじで当たった人が破綻するみたいなこと言いますけども、だって脇を固めてないんで、分層のお金が舞い込んできたら、それはね、破綻しますよ。うん。はばかりながら私、宝くじで1億円を取ろうと。 3億円当たろうと5億円当たろうとその金額を使いこなす力はありますんで破綻はないと思いますね、うん、そういうことじゃないかなと思いますねお金のことを1円単位で誰よりも真剣に考えてるからこそビジネスもうまくいくしフォローアップもできるし高い金額の商品も売れるそのお金の重みを知ってるからこそ運任せの勝負にも挑めるしまあ運任せの勝負挑まないですよね 吉田さんの立派なところは自分の力を見定めてまだ自分には余剰何々がないから暗号通貨は買わなかったっていうところを、うん、やっぱりブレずにね自分の、うん、まあ何んですかプライドにしてるところじゃないかなと思うんですよプライモードっていう表現はねちょっと怪しっぽいんであれですけども、うん、確かにそうなんですよビジネスまだ十分できてないうちはああいううまくさをやるべきじゃないんですよね、うん、私ももしかしかて 投資がうまくいいっっっててななかかたたらビジネスコツコツツやってたかもしれないです今でもなんかたまにねそっちの方が良かったんじゃないかなと思うこともあるんですよ、うんまあ、こうなった上は投資で早くね5億とか10億とかを作り上げてもう投資ですら稼げなくてもいいようなところに行かないといけないかなと思っているところです、うん、まあ見えざる世界へ私はこれから旅立つそんなね50代を目指してい,きいこうと思いますねじゃあいってらっしゃい